今日はマジカのキャンペーンについてお話ししたいと思います。ドンキで使えるマジカのキャンペーンで色々と問題がありましたけど、やっと落ち着いたかなと思います。まず何が起きたかというと、マジカに10万円チャージすると2万ポイントがもらえるキャンペーンをしていました。しかも元々は最大1万円チャージで還元率10%の1000ポイントがもらえるキャンペーンだったんですけど、これが 急に最大10万円チャージして還元率20%の2万ポイントがもらえるキャンペーンに変わりました。さらにすごいのが、間近で楽天ギフトカードを買うことができるんです。間近に10万円チャージして、それで楽天ギフトカードを買って、そして楽天キャッシュにチャージをすれば、あとは楽天証券で投資積み立てすれば、実質現金化できたことになります。楽天ペイで使うっていうのもいいですね。 10万円チャージして2万ポイントがもらえて最終的にチャージしたマジカを楽天キャッシュにできるっていうことで一時期話題になりましたツイッターとかではトレンドに上がってました実は僕とハマユッコもこのキャンペーンに乗っかって2人で合計4万ポイントがもらえることが確定していますあまりにもお得すぎてやる人が殺到しすぎてこのキャンペーンはすぐに中止となってしまいましたしかも さらに良くなかったのが、間近で楽天ギフトカードを買うことも一時停止してしまったんです。ですので、10万円をチャージだけして、いつかドンキに行った時に楽天キャッシュにしようと思っていた人ができなくなってしまったんです。ドンキホーテで10万円を使うのはできなくはないですけど、結構時間がかかりそうですよね。ですので、10万円をチャージして楽天キャッシュにしてなかった人が、ツイッターとかで結構怒ってました。で、それが今、 どうなっているかと言いますと、今は最大1万円のチャージで1000ポイントがもらえるキャンペーンとして再開しています。これは一番最初の条件のキャンペーンですね。さすがに10万円で2万ポイント上げるのはやりすぎたのか、今は1万円のチャージで1000ポイントになっています。まあ、これぐらいだったら殺到するっていうことはなさそうですよね。で、間近で楽天ギフトカードが買えるように今はなっています。 10万円チャージで嘆いていた人もこれで安心ですね。多分もう楽天ギフトカードが買えなくなるっていうことはないと思うんですけど、一応念のため楽天ギフトカードを早めに買っておいた方がいいと思います。今は最大で1000ポイントのキャンペーンなんですけど、ほぼノーリスクでポイントがゲットできるかと思いますので、キャンペーンに参加したい方はぜひ早めにやってみてください。またいつできなくなるかわかんないんでね。 で、ドンキで楽天ギフトカードを買う人は、モバイルポサを使ってみるのがいいと思います。店に楽天ギフトカードの紙がなくても、スマホでバーコードを読み取ってもらえば、ポサカードが買える仕組みになっています。僕もこのモバイルポサを使って楽天ギフトカードを買いました。概要欄にモバイルポサのリンクを貼っていますので、そちらからやってみてください。おそらくまだ今ドンキには紙の楽天ギフトカードを置いていないと思いますので、 マジでポサカードを買いたい人はモバイルポサを使うしかないのかなと思います。もしよかったら今回の動画参考にしてみてください。高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた、バイバーイ。